おはようございます。任天堂スイッチ版ポケモンシーンのダンジョン救助隊ディラックスパート中第10回、いよいよリックルさん、これは今回ラストになるのかな。クリア、ここでクリアかな。で、まあ、クリア後もいろいろあるやろうけど、とりあえずメインストーリーはこれで、クリアになるはず。おそらく多分違うかな。なんやろ、まあ、ゲンガー、はいはいはい、まあ、ゲンガーがその、もともと人間やった、あの悪い方のやつやったよね、やっぱり今の感じだと。サーナイトが助けてくれたのか。うん、この世界を救うためにやってきた。はあ、はいはいはい。一人の人間に出会ったと。誰もた、あいやさい、私、はあはあはあ。どこで出会ったの。ん、合ってるんや。そこで、まあ、断りしたんか。はいはいはい、見極めてほしい。はあ、あ、なるほど。え、あ、え、消してもらった。そら消さないっていう選択肢もあったんか。はあ、星の衝突を止めるために。はあ、人間に戻れる、戻れる。はあ、カラカラと分かる。いやー、そっか、せな、出会いがあれば別れもある。そうやな。いつかまた会える。はいはいはい。え、それがゲンガーか、覗いてたんが。そういうこと、そのシーン、サーナイトが話してるとこも覗いてたってことかな。それともゼニガメの、うん、ちょっと分からへんな。そこは多分クリアまでに、見れんの、聞けんのかな。あ、え、あ、俺か、こっから出たら天空に行けんのかな。お、天空の塔、結構軽くいけるんやな。アブソル入れるか、マグカルゴ入れるか。アブソル、アブソル入れよう。それか原子の力を覚えさせてもよかったな。ま、もし技マシンであるんだったら、あとに行ってればいいな。見えてるな、これ。私とフーディーと武器ゴーストタイプのポケモンを協力してくれた。はあ、誰や。あ、ゲンガー、夢見てそれ、ああ、助け、ああ、なるほどな。全然違ったらあれやけど、フーディーとか見てくれたらいいんちゃうと思ったりもするけど。これちなみに何回ぐらいあるんやろ、フロアは。199回とかかな。なんか塔が、え、すごい。あ、でも
こんなんやったかな、ルビーサファイア。確かレクーザ出てくるとこってそんなんやった気がするな。はいはい、仲間をここら辺で見つけとくと、全然足りるやん、マジか、ダメモース、強いな、もうちょっと鍛えといた方が良かったかもしれんな。金か、でも100ゴールド、100ゴールドじゃない、100ポケか、100ポケ近くもらえるっていうのはなかなか稼ぐのにはいいとこなんかな、天空の塔っていうのは。うん、まあ何回までのぶらされ、あ、ルナトーン、コスモタワー、ああこれは何や、鬼氷かな、じゃあフォレトスか、じゃあ鬼氷は全然違うわ、違うわ、影坊主、ハイドロポンプ、仲間がいいのはきついな。あ、ボスレックザ敵になるのか分からへんけど、あ、そこまでにはこう強いパーティー作っておきたい。まあ天空の塔っていうぐらいだから10回とかでは終わらんやろうし、結構余裕持って。身内で頑張ってくれ、やってみた、そうか、身内で仲間にしていくっていうのはありやな。あかんか、で身内、身内、あれ倒れない、倒れない、倒れないか、ここで仲間になってくれない、一人一匹一匹でも仲間になってくれれば助かるな。ならない、結構登ってきたけどな、言うて5回やからまだまだなんやろうけど、まずよし、しかし一元さんはまだ仲間になってくれへんのかな、天空と、それはあれな、アブソルかな、野菜か、アブソルちょっとレベル低いよな、
ハミブーメラン。あ、ルナポーには当たらへんかったな。これ必中じゃ、必中っていう話だったけど、ちょっとよくわからへんな、仕組みは。ハイドラポンプ。あ、通り抜けていったな。外した。追いかけるのはこれきついな。息が入っていけんちゃう。PPD カバー、 PPD カバー。ハイドロポンプの技の回数もできれば増やした。あ、見たことあるぞ。夜回り、そうそうそう。進化してちょっと大きいと、死神みたいなのになるんよ確か。強いな、怪しい。全体攻撃がなかなか優秀なんやな。回復しときたいな。ただできれば自然回復で、なるべくアイテムを。全仲間になる気配せえへんの、やっぱり。ルナトーン、ルナトーンなあ。おお、びっくりした。ホラーば、ホラー、ホラーゲームばりのびっくりを提供してくれるルナトーン。ルナトーン、ルナトーンは3世代かな。こんだけ敵いるのに仲間になってくれへんってね。おう、難しいな。
やっぱ3体で戦わなあかんのかな。アタドガスか。23ポケ、あれ、ここ別にそんなに金落としてくれるわけでもないのか、もしかして。うーん、よう分からへんな。94、うん、まあまあまあ、てくれない、ない。仲間はなしか。これはレディバの進化系やけど、名前がレディアンって書いてあったな。確かそんな感じだった気がする。レディアン、やっぱりレディアン、水みたいな名前。レビアン、レビアン、レビアンやったっけ。鍛錬スイッチ、変えてもいいんだけどな。なんで骨グーメラン使わへんの。いや、まだあるな。ハイドロポンプは、シルトの進化やから、シルタリス。マジで仲間になりそうになる。まあまあ、そうと分かれば。アイテムもりもりで、まあ、行けばいいかな。多分途中でガルーダの石、ガルーダじゃない、ガルーダの石があるはずやから。2倍速チュータリス、おう、龍の息吹か。白い
クーザって強いんかな。これがラスボスとするなりもそこそこ強くないとな。やりがいはないんかもしれんけど、あかん、地復活のためにうわここで使おう。敵不打ち、集まるみんな復活、瞬速、天気こ、敵封じ、ああまあ敵封じ使おう。ためにあるんやろうしね。神秘の守り、いやーきついな。もしかしたらカラカラに戦って攻撃に参加してもらったらいいかもしれない。とりあえず数を減らそう。使おうか。で今やっぱり一匹も仲間にならへんかったんで、多分これは仲間にならへんもんなんやね。17回、あこれわざチェンジ、あ、PP マックス使おうか。ゼニガメ全部技使えへんってしまってるからね。 PP リカバーカラカラ分回すか。なんで急に骨ブーメラン使わへんなったの。これもしかして使えへんようにしたのかな。そんなことはない。謎やな。でも仲間になってほしいな。レディアンとか可愛いしね。シュータリスもそうやけど、なんか金の盾みたいになってるの。なんかですね。硬っ。
レベルちょっとやっぱりあかん。やばい、使ったって。コットンガード、鉄壁つけるかじゃん。ゼニガメを盾にして戦うっていう戦い方ももしかしたらあるかもしれないな。どうだろう、あのレッグーザンとか鉄壁使って寄って叩くみたいな。フラフラ玉、鉄壁って思った以上にもしかしたら使えんのかもしれない。ヨマールの進化や、名前分からへん。なあ、ヨマールの進化。じゃあさ、名前見たらよかったんか、下の。あ、ハッサムいたの、今。あの、名前のとこしか。あ？これ。名前。サマヨール。サマヨール。ああ。サマヨールな、確かいたな。ハッサム。階段あったな。10階でもやっぱりまだまだなんかな。補助の技を無効化するような、ああ大丈夫か。必中の骨ブーメランはかなりやっぱりパブするがやっぱり活躍できてへんな。レベルが低いのもあるんやろうけど、技の範囲がやっぱり、ああブーメランを使わずにブンマースを使う。温存してモルフォン。モルフォン懐かしいな。プテラ仲間にしたいな。23階、結構来たな。ワンパン、雨か。やっぱ骨ブーメランが強いよな、確実に。ヒットする
あ、爆破の罠。お金だけもらっとこう。37。37。あ、これ、フライゴン、フライゴン、フライゴン。やばいな、パーティー全滅すんな。マジか。あ、回復ないやん。え？ってことはやばい。敵とエンカウントするの気をつけな。ごめんな。プテラは別にいいや。プテラは大丈夫。明日アイテムもしかしたら回復あるかな。回復、違う。じゃあいらん。回復ないのきついな。あ、来た来た来た。ミナフカズもちょっといらんか。こんなにいっぱい。ただの種は押せてもいいんやけどな。引き寄せ道具を引き寄せる。あ、ただの種。 PP リカバーはちょっと多いかもな。敵風刺特性、特性か。なんかもしかしたら強いの、強い特性使ってくるやついるかもしれんから、みんな復活玉。縛りの枝とか案外こう使えんちゃうかなと思ったりするんやけど。回避か。これのみ10、11個。瞬速、瞬速か。引きよ。天気固定。まあまあこんな感じでいいか。マジで。ベイリーフではないのは確か。トロピウス、トロピウス、あー、トロピウスか。さ、ルビーサファイアやな多分。何回まであるやろ。あ、お前は地震のフライゴンや。そうか、モルフォンとか地震当たらへんもんな多分。どこ行った。
全員行かれるかと思ったな。60入ってんのは結構やっぱゼニガメ46は強いんやろうね。あかんな、フライゴン。敵縛り、縛りの枝いらんか。じゃあさあ、眠気に強くなる。はあ、まあ全体攻撃の代わりにちょっとまあこっちの強化してくれてるんやね。30回、あれ30回ってこれまでで一番長いよね。まだまだかな。まだまだやな。ライゴンか。フテラ倒しといてもよかったな、別に。リーフストーム一見するとこう全体攻撃のように見えるけど、マジだ。これはなんとか坊主のあれか、進化前か。あ、ボーマンだ。あ、進化前じゃなくて進化後か。ボーマンだ。バカになったか。フライゴンはちょっと、あ、ピーピーリカーパー、もう一丁。ん？どこ行った？金がやっぱりすごい落ちてるな。カラカラガムシャラ。相手の HP が自分の HP と同じになるように。もしかしてむっちゃ強いんちゃう？ミニ打ちか。いや、ガムシャラ使ってみようか。レックーザが例えば HP1000、2000とかあったら、カラカラが一気に900とか、さすがにないか。それはそれ強すぎやな。ボーマンダゴンが決体の技使ってきそうやな。あ、今意味なかったな。あ、覚えささん方が良かったかもな。あのメタグロス多分あんまり賢くないよね、この AI 多分やけど、あんまり賢い AI じゃない。じゃあガムシャラは使い切ったらいいんか。あ、でもアブソルが
回復させてくれるんやな。じゃあこのまま上上がろうか。33回か、結構来たな。後ろに飛ばすんだよ。オレンの実使っとこうかな、まあ、結構持ってきてるんで足惜しみは別にせんでもいいかな。結構敵が、あーこっちは辻切り、あ、間違えた。使ってんの久しぶりに見たな、アブスルは。てかアブスルは攻撃してるのを見たんが結構久しぶりな気がする。何？封印、ハイドロポンプ使えんやったか。カラカラゼニガメラインやね、今の斜め。これはなかなか、おお、誰だ我が領空を犯す者は。今の声はもしかしてレクザ。いかにもここは我が領域、すぐ立ち去るが良いと。それがそうも言ってられないんで、実は頼みがあって。ならん、あーレクザーこれ強いんちゃう。とりあえず弾全開でいこう。我は天空に生き、その他たちは地上に生きる者、それぞれ定められた場所があるのだ。我は何億年もの間一度も地上に降りたことがない。それは逆も確かに、自然の掟を犯す者は容赦せん、覚悟しすぎる。鳥にはまかなってない。これは敵っていうわけでもないよな。みんな回避玉で回避を上げてた。あ、ちょっと離れた方がいいな。で、瞬足をつけて、どうやら、まあ2倍動けるっていうか、結構優秀なんちゃうかな。で、全体来るか、あーなるほど。で、じゃあ敵に爆水玉を使おう。あかん、動かなあかん。一つずれて。はあ、水の波動で混乱入ったらいいな。はっ、はっ、破壊光線。そうか。フラフラ混乱か、混乱あげようか、うん、え、治った、マジか。じゃあ特性詰まる敵封じ効いてんのかな。あーすぐ治ったな。縦ライン入ったら破壊コースに行かれるからやめた方が、縦ラインは関係ないのか。あ
全攻撃しとこうか。できる限りの攻撃をお願いして、剣なりがちょっとやられそうだな。ただ回復アイテムを使うんやったら、使うよりは復活させた方がいいかもしれない。しかし金も余らへんかな。ハイパーボイス、あ、やられた。で、これで復活のために使うやろ。わかんな、ガムシャだ。わかんわ、ガムシャだ。追い刺したら失敗やな、カラカラ。マジか。シャラはちょっとまずいな。集まれ敵封じ、オレンの敵縛り、フラ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 って効かへんね。あんま効かへんかったね。確かにこうやってやめてくれ、ガムシャラ。そうか、俺がカラカラをコントロールしてるのか。早く気づいたよ。で、骨ブーメン、あ、効果がない。あー、なるほど。じゃあ、わざもしかしてこれし、あー、なるほど。分回すか。じゃあ、分回すでいこう。あ、倒した。倒した？マジ？3発くらい食らってる。まあまあ本気じゃない。高校生って感じやね。魂のままさまよってる。はあ、あ、玄川や。
うん、闇の世界。はあはあ、ああ助けてくれたんか、これ多分そういうことやろ。ゲンガーやるやんけ、やるやん。うん、テレポートの意志の、ネイティオとゲンガー、あと一匹ゴーストタイプのポケモンを手伝ってくれたのゲンガーなんやろうね多分。アブソルか、アブソルなあ。なんか分からんけどよかったね。うん、ただゲンガーも協力してくれたからな。ゲンガーもいいやつやったよな。いいやつってことはないやろうけど、まあまあ最後最後のお別れ。ああ、ああ、カラカラ。ここであのあれ、ミュウツーの逆襲の時の BGM を流してほしいな。いやー、マジか。まあまあゲームクリアってそういうことやもんね。いやー、マジか。これでほんまに冒険も終わり、ダンジョン仲間集め生活も終わりか。カラカラ一人で頑張んのかな救助隊。まああんだけポケモン残してるからね、あとはうまくやってくれるやろ。救助隊的なことを考えれば問題はないんやろうけど、やっぱりカラカラと別れるっていうのはちょっと思うところがあるよね。せやな、でもいやそこは言われへん。せやね、うん、ここであの小林幸子とあとは、ドラクエの人、何やったかな名前、女の人、あショコタン、ショコタンが歌ってるんやったよね確か。あれ新しい方やったかな、違うか、古い方も多分違うか、ちょっと記憶がむしゃくしゃになってるね。これもポケモン世界行った方がいいかもしれない。これ
友達が悲しんでいる。いなくなって初めてわかる。かけがえのない友達か。もし君を強く願うのなら、また出会うことができるだろう。ほう。スタッフクレイ。はい、ということで、全10回ポケモンシールドダンジョン90体デラックスでクリアすることができました。これで冒険は終わりなのかな。多分戻れるんやろね、2周目っていうか、まあ、あと多分新しいダンジョンとかなんか出てくるんちゃうかな。で、スタート画面でなんかファイヤーサンダーフリーザーは穴開けたんやけど、穴開けたっていうか出てきてたんやけど、あと10個ぐらい出てきてへんのがあったんで、多分そこに他の伝説のポケモンやらないら、まあ、戦って開けていくんかな。多分そんな風に思います。はい、じゃあこれなんかどっか押したら、あれクレジット飛ばせるかもしれない。飛ばせない。どうしよう。まあまあそんな感じでちょっと見てみようか。こういうスタッフロールの中に知ってる人が、あの人昔ゲーム制作に携わりたいななんて言ってて、あれいるやんみたいな、そんなんが前何やったかな、違うわあった。そうそう、前スタッフロールにいるやんって思ったら同姓同名やったみたいな、なだけ。別にその人ゲームの制作とかなんかそういう、全然そういう道には行っておらず、普通にまあ会社員して働いてはった。もしかしたらでもそういう会社やったんかもしれんな。こうちょっと恥ずかしいから言えへんかったけど、実はみたいな、10年後20年後もしかしたら話してくれるかもしれない。そんなもんって面白いな、ゲーム開発。そういう作る側としての裏側の話とか聞けたらいいかなとも思えるけど、そこはちょっと言えへんのかな。多分そうやろな。なんで、まあ僕は、私はプレイする側として、こう遊んでいくと。作る側はまあそういう作る楽しみもあるんやけど、遊ぶ側は当然遊ぶ側の楽しみがあるんで、そこは。ここは翻訳か、翻訳とかやったらもしかしたらゲーム制作関係なくてもね、携われるのかもしれないな。これどうやって選ばれるんだろうね。このゲームやったら任天堂のスタッフから、その国の各国各国のそういう専属のスタッフみたいなのがいいのかな。今のゲーム大体世界で発売されてるし、どんな言語と翻訳あれやろからね、それ抱えてるのかもしれないね。翻訳って言ってもパッとできるような、外から来てもらってパッとしてもらうような、そんなんじゃちょっと難しいやろしねってか、分からへんけど、多分ゲームの知識とかそういう前提のこうベースがないとあかん、完璧なその訳ってのはできないかもしれない。そここだわってるかもしれない、その細部まで。スペシャルサンクスが出たから、まあまあエンドロールのスタッフロールもここら辺かな、ここら辺で終わるかな。もうあと1分ぐらいちゃうかな。ゲームフリーク、友達昔ゲームフリークで働きたい、将来働きたいと小学生の時言ってたけどな、どうしてんやろね。あ、コンピューターの道があったんかな。
ラストどうなる、謎やな。連絡先も知らんし、ね、その人は今何してるの。でそういうのがもしかしたらね、そのスタッフロールエンドロールで見られるかもしれんって考えると、ちょっとゲームだけじゃない、なんていうか楽しめるところ、エンドロールも楽しめるよね。あれ別れたくない、もっと一緒にいたい。ここであのミュウツーの逆襲の風と共にか、え風と共に、帰ってきた。まあこのゲームの BGM が大切な、邪魔せんとこはセルフ風とともにやめて The End 終わったな。ああ最後あえて終わった。続きはあるはずないよね、多分。野菜とカラカラのお話はこれで終わり。でも野菜村の救助活動はまだまだ続く。この後からは新展開、あの伝説のポケモンたちがいよいよ登場、お楽しみに。あ、そうそうそう、これほら、あのハテナハテナ、36913かな、13今空いてるじゃ埋まってる。まだまだやっぱりゲームは楽しめるんやね。ちょっとやってみようか。野菜とカツカツじゃなくてカラカラの活躍によって星の衝突は回避され、ポケモンの世界には平和が訪れた。しかし全ての自然変動が収まったわけではなく、少しずつではあるが変動はまだ起こっていた。もちろん野菜村による救助活動も引き続き行われていたのである。そして数日経った朝、あー帰ってきた。人間としての活動はどうなったんやろ、救助以来。はあ、はあ、そうね、頑張っていこう。お、ケタピートランセル、バタフリ、そういえば見えへんな。ブルーさん、あー、あのブルドッグブル、何だっけ、ブルーか、ブルー、ん、あ、進化してるやん。グランブルになってる。はあ、ホラーな。はいはいはい、ナマズ兄さんの手ポジ。はあ、進化、ある条件を満たすと進化。はいはいはい、なるほど。そうね、フーディンよりゴツなってるしね。カラカラもガラガラか。ちょっと行ってみようか。目覚める者たちよ、ここは光の洞窟、なんじゃ新たな、進化条件レベル16って書いてあったね。あ、進化した。基礎能力がスカーフ失われる。あー、そうなんや。一回外してつけたらどうやろう。いや野菜でいいよ。進化カメックスいけんちゃう。強くなってるな。うん、おー、カメックスってことはカラカラもガラガラになるのか。コラッタとかここら辺も進化させられんのか。おー、あれ体
カラカラ進化し、あれカラカラがいない。はあ。ビートル。コクーン、セナ。はいはいはい。ちょっと進化できるやつだけ進化させようか。せっかくやし。進化して何になるんやったかな。あ、ドンファンや、そうやそうやそうや。ミュウツーの逆襲最初出たよな。あそこもちょっとあの映画でね、復刻版じゃなくてあの新しいやつ、2年前か3年前やってたやつ、映画でネオやったっけ、ネオじゃない、ニューやったっけ、ちょっと忘れたけど、あれであの最初のシーン見たら、もう久しぶり、懐かしすぎて泣きそうやったんだよ。ミュウツーの逆襲映画あれ3回泣けたからね。ドンファンのとこと何やったっけ、ドンファンのとこと、あ、まあピカチュウ、あのピカチュウと偽ピカチュウというか作られたピカチュウがこう叩き合ってるのと、あとミュウツーがなんか言ってるとこ、あ、レディバ、レディバも進化するやん、レディアン、そやな。こう見ると別に可愛くもない、あ、いや可愛いか、鬼スズメ、鬼ドリルか、ほうほうって進化したら夜の族やったっけな。ああ、そうそうそう、ってことはこのゲームクリアして初めてスタートくらいの感じなんかな、そんな感じやな。ポチエナ何になるんやったかな、ポチドックみたいな感じだった気がするね。クラエナやせ、クラエナ、そうそうそう、ポチドックって弱くはなってへんか、かっこ悪くはなってるね、ポチドックへと。入れないからね、これ犬じゃないもんね。ケムッソ何になるんやったっけ、レベル40の高、進化条件7って書いてあるし、あー、マユールドの次が何やったかな、そこはちょっと気になる。ケムッソ、マユールドから、何やろ、ちょっと予想、マユールド、ケムシやから蝶々になるのはなるんやろ、多分マユカインみたいな、あ、ドクケイル、お前か、そうかそうか、あれ俺ドクケイルって持ってたんち、持ってへんかったかな、持ってないか。じゃあ次はアサナンは、で格闘系の何かになるんやろ、あれ俺持ってたん違う、持ってんかな、あ、さ、チャーレム、そうチャーレムや、昔は3世代目まで置いてたんやけどな、一応全部ポケモン、なんかマンタみたいなポケモンもいたやんね、確か、オタチはオタチやろ、それは覚えてるわ、オタチはオタチや、かわいい、
キノココはキノキノコ、あ、キノガッサ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 はいたよね。うん、いたいた。3世代や。うん。キノガッサ。ジグザグマは、まっすぐまや。ジグザグからまっすぐになるんや。まっすぐま。お、ほらほらほら。あれ、まっすぐまって俺持ってたっけな。もしかしたら持ってたかもしれないな。で、ここらは一世代やからもうわかるんよね。なんで、もういいや。ニョロも、これだけ。ニョロゾ見たいから進化させようか。ニョロゾじゃない、ニョロボ見たいから。ニョロボン、あれ水の石か。多分これ次進化させられへんよな。水の石やろ多分。あ、え、あ、お、お、あ、カラカラいた。ガラガラな、お、なるやん。おお、はい。ちょっとかわいい、かわいいカラカラが。あ、ちょっとかわいくなくなったな。リリッシュくなったな。で、骨んとこがこう、シュッとなってるから。ドンメル、サボネア、ここら辺は、進化条件、レベル、進化の証っていうのがいるんやね。はあ。進化が分かれる。はあはあ、ニョロボンとニョロトロになるわけやな。あれ？そうやったっけ？ニョロボンからニョロトロにするの違ったっけ？あ、違うか。ニョロゾからかすんのか。はあ。ちょっとこんなんしてたら、ポケモン1世代目から順番にやりたくなってきたな。よしよしよし、これで OK。 とりあえず、あー、ごつ、ごつ、ガラガラ。ちょっと言葉は可愛いんやけど、いやー、はい。ということで、一応ストーリーはクリアしたんで、ゲームはクリアなんやけど、ここから冒険は始まる感じだね。うん、あ、最後声だけ話しかけておこうか。ね、じゃ、よかったよかったということで、ありがとうございました。おやすみなさい。次ポケモン1世代目2世代目やってみたいな、久しぶりに。はい。